のびのびクリニック。お次の方どうぞ。はい、のびのびクリニックのお時間です。今週もあなたの明るいエッチな悩みにお答えします。私はナースの原田信子です。お熱ございますそして悩みに答えてくれる先生をご紹介します。久米村直子先生です。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。そしてナースの桂ぽんぽこちゃんです。はい、男子のみんな、夏休みの宿題もパンツの中身もためちゃダメだぞ。桂ぽんぽこです。ナースをしながら落語家をしているぽんぽこちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今日のお悩みですね。今日はめぐらい、あーんさんからいただきましためぐらいあんさんっていうね、綺麗な方ですよね。女優さんですね。直子先生似てますよね。あ、似てる。嘘です。初メールですということでいただきました。私現在40代後半、仲良くしていただいているご近所の70代後半の殿方の話を聞いて、性人生を見つめ直しています。性人生、はい、性の人生ですからね、はい、40代後半、はい、まだまだ大丈夫ですね。大丈夫と、大丈夫とはご近所の70代の、はい、70代後半の男性の方にいろいろそういうお話を聞かれてるんですね。でそのおじいちゃん曰く、もうおじいちゃんになってますけどもそのおじいちゃん曰く、ほぼ毎日自主トレを欠かしていないようです。自主トレっていうのはぽんぽこちゃん、これ何ですか。こういうことですかね。あ、手首の運動というか、あ、反復摩擦みたいなんじゃないんですね。あのストレッチじゃなくて、はい、一人エッチあ、なるほど上手におっしゃいましたね今一人エッチのことですね、自主トレっていうのは。そういうことみたいですね、はい、うん、自分に主にトレーニングをするって自分にでそれも驚きですが、はい、そのおじいちゃんは今まで肌がぴったりと合う女性に会ったことがあるようで、はい、その奇跡的な感触、感動が忘れられないようです。まあ、おじいちゃんが若い頃ですよね、うん、あんな肌がぴったり合う女性はいなかったという、うん、肌が、そういうお話を40代女性にされてるんですね、うん、そんな話します、ご近所のご近所の ね、 ね、はあ、でこのおじいちゃん、壁に届くぐらい発射したらぐらいすごい飛距離もすごかったそうです。しかも一日に昼夜とホテルのはしごもしたぐらい、すごい肌の合う相手だったとのことです。これ何歳の時の話なんですかね。そうですね、今じゃないですよ、ね、今ではないと思いますよ、うん、でも 今でも毎日自主トレをされてるということですから、お元気なんですね。もしかしたらこの40代後半のめぐらいあんさんに、うん、あんたの年の時わしはこうだったよって言ってたってことですね。あ、ひょっとしたらそれぐらいの年かもわかりませんね。あ、なるほど。でも今からもう10年も20年も前の話じゃないですか。そうですよね。一、ね、はい、日に昼夜、はい、はしごホテルのはしごもしたって。すごい、お金かかりますね。もうすごく良かったんでしょうね、その方が。また肌の合う方と巡り合ってもいいように、う
自主トレしてらっしゃるってことですかね。またそんな、まだそんなこと考えてる。そうじゃないですか、ね、はい、そんな相手に出会えるなんて幸せですよね。どうしたら出会えるのか、皆様はそんな相手に出会えているのか、演技なのかホラーなのか、人生が豊かになるために前向きに生きたいですね。こういうめぐらいやあんさんからいただいております。どうですか、直子先生は。肌が合うっていうのがわからないですね。どういうのが合うんですか。肌が合うっていうのはね、はい、まあぴったりなんでしょうね。そのなんていうんですか、ものすごく合うんでしょうね。今信子さんすごいなんか思い出しながら話してらっしゃいますよね。切ない顔でした、ね、すごい思い出してた今。誰が浮かんでたのかわからないですけど。すごい、もうどこ見てるんですか、うん、私の。絶対もう思い浮かべてる人いましたよね、うん、いました。違いますよ、どう言って表現していいのかわからなかったから、なんて言おうかなと思ってちょっと斜めの上の方を見たんですよ。いやいや、斜め上だったら想像でしょうけども、うん、右下見てましたから、ね、もう浮かべてて、あの時の感触をどう伝えようかぐらいの感じでしたよね。分かってるじゃないですか、あなた。あの時の感触とか、いやだから肌が合うっていうのはそういうことですよ。分かんない。コンポコちゃん分かりますか、この感じ。分かるんですか。いや、ちょっとでも分かんないです。私にとったらすごく忘れられない人ですけど、うん、その人にとって気分が良かったかっていうとちょっと分かんないので、ただでも良かった人はいます。え、良かった人はいます。良かった人はいます。それぞれ全部。さらっと言いましたね。じゃあその話を30分ほどかけて。聞きたいです。聞きたいな。いやいやいや、その方は、はい、どんな方だったんですか。あ、でもやっぱでも女性ってどっちかっていうと、うん、まあ、肌もそうですけど、うん、なんか脳で行きませんか、脳行きというか、脳行き、脳行血っていうの聞いたことありますけど、ちゃんとなんかその好きな人とやるってことですごくホルモンが出るというか。あ、だけど男性って多分違うんだと思うんです。はあ、なるほどね。私が聞いたのが、はい、その女性にとったら分かんないですけど、男性にとって離れられないって思うような女の人って、うん、やっぱもう全部ツルツルらしくって、うん、足の裏までツルツルらしいんですよ。肌がそういうお店の女性らしいんですけれども、皆さん離れられなくって通ってしまう方って全身ツルツルでモッキモキらしいんです。あ、全身ツルツルってことはもうおけけもないってことですか。もうツルツルです。もう全部が潤ってて、それでもその女性の方はお仕事ですけど、もう男性がもう肌がすごく忘れられなくて通ってしまうっていうのは。へ、いいね。誰今しみじみだった。なんか違う人が出てきましたね。違うかった今。いいねって。もう本当にこんな話してていいんですか。いいんだと思います。まだ午前中ですよ。そうですね、まあ、子供たちも興味ある年頃だと思います。でもどうですか、直子先生はそういう経験は何度もあるんでしょうね。いえいえ、肌が合うっていう感覚が分かんないです。直子先生今までで一番いいなと思った人は誰ですか。ないですね。嘘つけ。いや早かったですね今早かった。ごめんなさい、先輩に嘘つけとかって言ってしまいました。わかんないですよね、肌が合うっていうのが。まだ言うか、責められる。信子さんはその思い出してた方以外にないんですか。いや私はまだ25歳なんで。そうだったんですか。そうですよ、そんな人にまだ出会ってないですけど。出会ってないんですか、はい、でもなんかこう、直子先生が今までで一番気持ちよかったの誰ですか。誰って言って分かるんですか。想像します。誰いないんですよね。っていうか、はい、まあ、相手の方っていうか男性ですけどね、はい、女性から見ると、うん、はい、男性の人ってやっぱり違うんだなっていうのは感じます。うん、めちゃめちゃ感じます。へえ。それは何ですか、その
なトータルでやっぱり違うんだなっていうことですか、トータルで違いますよね、トータルで違う、扱いで変わりますよね、扱いで、扱いっていうのはな、熱くなった貝のことですか。そうですよ、熱くなりますよ貝だってね。夏ですからね、夏ですから。いいですかこのまま続けて、このまま続けていいですか。海辺でねいただくものですよね、海辺でいただく。もう本当にねえ、ポポちゃんはどうですか、この方、70代後半の男性ってやっぱりいろんな経験があるから、うんうんうん、お話も楽しいんでしょうね。私でもすごいこれぐらいの方ってやっぱりちょっとそのお焚きになるのに自信がない分、すごくしつこく攻めてくれるって聞いたことがあるので、それはすごく興味があるなっていうのは。あ、時間をかけてね、ものすごく、もうその頃になるとやっぱこう入れ歯外してっていう方とかも多いって聞いたので。入れ歯外して、はい、入れ歯外して何してくれるんですか。外してもう本当に入れる以外のこと全部やってくれるって。あ、そうかそうか、はい、最後のところはちょっと自信がないから、うん、からもうその分ものすごい任せてくれるって、その分、はい、前半頑張るんですね、ものすごい、もうね、割と若い男の子って元気がいいんで、うん、そこら辺がすごい適当なんですよね、もういきなりエボ入れんのっていう感じなんですけど、はいはい、もうしつこいぐらい。はいはいはい。しつこいぐらい、しつこいぐらいやってくれるって聞いたんで、ちょっとすごい興味はあります。興味あるんですか。興味があります。どんなんかなっていうのは。直子先生どうですか、70代後半の方っていうのは。私でもあの本当にあのおじもう初老の方にモテるんです今。え、初老。初老って何ですか。初老。え、初老です。ちょろっと。おじいちゃまの入り口ぐらいの方が好きなんです。好きじゃないです、モテるんです今。あ、そういう方に、おじいちゃま系に、おじいちゃま系に。あ、わかりますわかります。わかりますか、佐藤先生。うんうんうん、そういうフェロモン出てますもん。本当ですか。今朝もなんかバス停で言われました、うん、バス停で、はい、これからバスに乗るんじゃが一緒に乗ってくれませんかと。このバス停の方に関しては毎週この後の番組のオープニングで語ってるんですけども。あ、そうなん。毎週バス停で会う方、おじいちゃま。今日はなんか、うん、先週は寂しかったですって言われたんです。そんな言い方するんですか。そうな、耳元で言うんです。いやいや、それ嫌だな。それ嫌ですよね、ちょっと重たいですよね。好きな人だったらキュンってしますけど、はい、そうじゃなかったらちょっと遠いが重い。全然知らない人でしょ。ただ同じバスに、毎週会う方です。毎週バスに同じバスに乗ってるっていう、それだけでしょ。そうです。お茶飲みに行ったりとか誘われるんですか。誘われてないですよ。誘われますよ、それ。誘われた。見た目はどうなんですか。おじいちゃまですよ。あ、初老。初老。ちょろんとしたおじいちゃん。いや、どうなんだろう。でももうマスクして帽子もかぶってらっしゃるんで、もうわかんないんですけど。でも絶対誘われますから、その時どうやって返事するんですか。私とこうやって毎朝あのバスに乗ってますけれど、いいかな、こんなこと言ってお茶しませんか。そこまでおじいちゃんじゃない。あ、そこまでおじいちゃんじゃない。多分、いや、ちょろんやな。70ちょいぐらいじゃないですかね。はい、いいんですか。いいです。いいんですか、先生。ダメです。ダメ。ダメはダメって言わないとダメですよ。ダメってどのタイミングで言うんですか。だから毎週お先にどうぞってバスに乗せてくださるんですよ。その他大勢を従いつつ。愛の表現ですよね。でも、一つのね。本当ですか、うん、危ない危ない、なんかハマりそう。私ハマりそう、じゃあ今日の見てね、あのメッセージの方、ちょっと私も体験してみてもいいですかね。体験してみてくださいよ、じゃあ聞いてみます、来週、うん、あの毎日自主トレされてますか。本当に聞いてくださいよ。じゃあその報告もお願いします。わかりました。はい、はい、
ということで、めぐらいあんさん、ありがとうございました。来週もあなたのわかりエッチの悩みをお寄せください。のびのびクリニックのコーナーでした。